2012年夏、日本の宇宙船コウノトリが3度目の空へと羽ばたこうとしています。宇宙ステーション補給機コウノトリは日本が開発した無人の大型宇宙船です。向かうのは地上400キロメートル上空で地球を周回する国際宇宙ステーション。国際宇宙ステーションには日本の実験棟希望をはじめ、アメリカ、ロシア、ヨーロッパ、カナダのさまざまな研究や実験を行う施設があります。国際宇宙ステーションには数名の宇宙飛行士が常に滞在し、宇宙の特殊な環境が生き物や材料などに及ぼす影響を調べる実験など、さまざまな科学実験が実施され、科学技術の発展に向けて多くの成果を上げています。こうした実験や国際宇宙ステーションの運用を行うために必要な装置や物資、また水や食料などの日用品などは地上からの補給が欠かせません。それらの物資は主に NASA のスペースシャトルやロシアのソユーズ宇宙船、プログレス補給船が輸送してきましたが、大型の物資の輸送を担っていたスペースシャトルが退役した今、その役割を受け継ぎ運用されているのは日本の宇宙ステーション補給機コウノトリだけです。コウノトリは直径およそ4メートル、全長およそ10メートル、観光バスが1台収まるほどの巨大な機体に最大6トンの物資を搭載し輸送する能力を持っています。機体は主に4つの構造から成り立っています。補給部は船内物資を搭載する与圧部スペースと、船外物資を搭載する非与圧部スペースに分かれており、船内・船外物資の同時輸送を可能にしています。また与圧部スペースには無人の補給船では初となる大型のハッチを採用、大型の実験装置をラックごと搭載することが可能です。これによりコウノトリの与圧部スペースと国際宇宙ステーション間の物資の移送作業をよりスムーズに行うことができます。今回のミッションでコウノトリ3号機に搭載される主な6つの物資をご紹介します。小型衛星放出機構、希望のロボットアームに保持された装置から小型衛星を軌道上に放出するシステム。この機構を使用した衛星放出のミッションは、国際宇宙ステーションに長期滞在することになっている星出彰彦宇宙飛行士が担当する予定です。また放出される小型衛星もコウノトリ3号機に搭載されます。ロケットでの打ち上げに比べて衛星に対する振動耐久性の条件が緩和され、開発試験の簡素化などが可能となり、小型衛星の開発や運用を通じた宇宙開発利用者の拡大、人材育成が期待されています。水生生物実験装置、メダカなど小型魚類を長期的に飼育する実験装置です。
この実験装置により、これまでスペースシャトルの中で2週間程度しか行えなかったメダカの飼育実験が最大90日まで可能となりました。生き物を長期飼育できることは、宇宙環境がもたらす長期的な影響や環境への適応能力を調べる上で非常に重要なものになります。再突入データ収集装置、今回2種類の装置が搭載されます。大気圏へ再突入する際の温度や速度など多くの気候データを収集・蓄積することで、将来の回収システムへつなげます。水再生システム触媒反応器、水を地上からの補給に頼っていた国際宇宙ステーションでは、2009年から水再生システムを採用。この水再生システムは、国際宇宙ステーション内部の空気から除湿時に回収した水や宇宙飛行士の体から発せられる水分を循環・リサイクルします。リサイクルされた水は実験や洗浄、また飲料用水としても使用されています。今回このシステムの一部に不具合が起きたため、 NASA からの緊急要請を受け、コウノトリ3号機で代替の機器を輸送することになりました。ポート共有実験装置、希望、日本実験棟の船外実験プラットフォームに取り付けられる実験装置です。この装置には5つの実験機器が搭載されています。貴重な実験機械をさまざまなミッションで共有することが可能になりました。衛星間通信実験装置スキャン、 NASA が開発した実験装置で、宇宙空間通信手段の一つである次世代のソフトウェア無線の試験を行うことを目的としています。携帯電話、PHS、無線 LAN など異なる通信手段に対応するソフトウェア無線の技術は、地上の災害時などにも応用ができるため、この実験による成果に世界各国からの期待が寄せられています。このように NASA が開発した優れた実験装置をはじめ、国際宇宙ステーションの運用や宇宙飛行士の生命維持に関わる重要な機器を日本のコウノトリに託すということ、そこから NASA の日本の技術に対する信用の高さを伺うことができます。コウノトリは H2B ロケットで種子島宇宙センターから打ち上げられます。希望に満ちた明日へ、国際宇宙ステーション補給機コウノトリ2号機を搭載した。ロケットから分離後、地上との通信を確立し、秒速 7.7km、日本列島を4分で縦断する速さで周回している国際宇宙ステーションに接近。さらに国際宇宙ステーションと直接通信が可能な領域に到達後は、希望に搭載されている近傍通信システムプロックスとの通信を確立します。プロックスにより双方向に通信を行いながら国際宇宙ステーションに接近し、後方およそ 5km の地点で相対的に停止、その後下方から徐々に接近したコウノトリは、宇宙飛行士が操作するロボットアームでキャプチャーされ、国際宇宙ステーションに結合されます。
有人施設である国際宇宙ステーションへの安全性を重視したキャプチャー方式による結合をはじめ、目標点に正確にランデブーし、1センチメートルの狂いもなく静止させるという高度な技術を1号機から2度のミッションにおいて成功させたコウノトリは、世界中に日本の技術力、運用能力の高さを示すこととなりました。2012年、宇宙開発をリードしてきた NASA では、民間企業が開発した宇宙船を利用した国際宇宙ステーションへの物資輸送がスタートします。それらの宇宙船にはコウノトリの通信システムや運用技術などが採用されています。日本の宇宙ステーション補給機コウノトリにとって大切なこと、それは国際宇宙ステーションへの物資を安全かつ確実に運ぶことです。1号機2号機のミッション成功により、確実な輸送能力を実証したコウノトリですが、今後も継続的に安定した輸送能力を高めるため、3号機ではさらなる改良が加えられています。船外用装置を固定し輸送するための暴露パレット、2号機までは輸送される装置の規格に合わせて設計されていましたが、3号機では規格の異なる装置を一つの台座に搭載できるように改良、これにより輸送される実験装置の計画変更や緊急時の輸送にも柔軟かつ迅速に対応することが可能になりました。また3号機では安定した飛行輸送を行うための要であるエンジンや通信システムに国産の技術を採用、国内のメーカーで作ることによって生産の自在性が確保され、スケジュール価格の安定が図られるほか、日本の宇宙開発技術のさらなる発展につながることが期待されています。 H2P で打ち上げますコウノトリっていうのは、大きな実験装置、これを運べる唯一のロケットになっておりますので、人類全体で考えても大事なミッションを携わっていると思います。H2P はですね、衛星の技術とロケットの技術と、いわゆる有人の技術を、集大成したものなので、今後の日本の有人活動のベースになるものだというふうに思っています。初号機、2号機、3号機、5機を増すごとにですね、緊張感もあってモチベーションもより高まっています。日本が独自に開発したコウノトリ、そしてコウノトリの打ち上げを支える国産の H2B ロケット、その確かな技術と運用は、日本における自律的な輸送手段の確立と成熟化をもたらし、将来の有人宇宙船開発に必要な基盤技術の習得につながります。日本の未来へと飛翔する宇宙ステーション補給機コウノトリ、3号機打ち上げは2012年夏、もう間もなくです。